ガーシーさん、天長節ということで、昨日今日と伊勢参りしてきました。お素晴らしい、昨日は一般家屋でも至る所に日の丸あげられていて素晴らしかったです、うん、あ、伊勢の方がそうなのかな、うん、あ、祝日には国旗あげましょう。あの、うちの近所僕しかあげてなかったですよ。あ、なんか一般住宅だとかだとあんまないですよね、うん、最近。確かにマンションとかだとよりいいじゃないですか、はいはい、より難しいんじゃないかなというのがありますけど、ね、そうそうそう、でもあの天皇陛下 の、 あの会見なんかを見ると、うんうん、やっぱりそういうオンラインに対する言及とか、うん、それあの、まあ、娘というか、はいはい、その愛子内親王殿下の大学の授業を一緒に見てたみたいな、はいはい、それはもう一種の展覧授業あ、世界初世界初展覧授 業、 展覧授業でもこれ知ったらちょっとビビりますよ ね、 ビビるよね。教えてる方がこう、はい、ビビり倒すって陛下が見てるってなるとね、そうですね、適当なこと言えないですよね、はい、なんかしょうもない下ネタとか確かにちょっとこうジョーク代わりにこう、はい、言ったら絶対言えないよ、ね、絶対言えないですよね絶対言えない危ないね。そう考えると、はい、だってあの教えてる側って、うん、多分その生徒側見えてないわけですよね、うん、生徒側というか、はい、学生側のそうですね画面というのは出てないと確かに、ね、思いますし、はい、だって万が一それ例えば、うん、あの後ろにあれ天皇陛下みたいな状況になったら確かにね何も言えなくなるっていうかチョーク折っちゃうね、チョークとしたらポキッ陛下がいらっしゃると、いや恐ろしいですね、はい、でもそういう時代になったんだなと、うんうん、はい、ということは、うん、もういろんなものを見てる可能性はありますよね。だからこう現代のツールを知るために、はい、Facebook を見ますとか、はい、ツイッターを見ますとか、本瀬さんの動画ぐらい見てる可能性全然ありますよ。もしかしたら恩師いいねあるかもしれないですね。ああ、いいね押してくれてる恩師いいねすごいね。そしたらなんか、はい、まあ、うん、実際にそんなの分かんないですけど、はい、その可能性はあるなっていう、うん、まあでも武田先生の放送を見てる可能性あるよ、ね、あ、はい、まあやっぱり一種親戚というか親戚ですから、ね、はい、はい、あの世が世なら、はい、あの継承の者の一人ですからね、うん、はい、まあ、世が世っていうかまあ、うん、可能性がゼロ今でもうん、あ、全然あります。血統的にはっていうことですね。血統的には全然あの条件あれですよ、うん、あの GHQ の法律でなっただけなもんですから、うん、本当にそうですよ、まあ、この皇位継承に関してはまだまだ、はい、ちょっといろいろ問題をはらんでるので、はい、今後も動きがあるでしょうけれども、はい、なんとかその何でしょうね、こう女系とか、はい、そういう方向に行かないように、うん、そうですね、うん、いや本当そう思います。天皇誕生日だったと、そうですね、いうことで、はいはい、昔でいう天長節ですけれども、はい、米国務長官が、はい、天皇誕生日に祝意と、はい、バイデン大統領が訪日を切望している、うん、これ産経新聞が書いてます ね、はい、そうですね、ブリンケン米国務長官は22日天皇誕生日に合わせて声明を発表し、天皇陛下への祝意を表明した上でバイデン大統領と私は日本を訪問し大切なパートナーシップを深め拡大し続けることを切望しているとし、訪日への意欲を明らかにしたと、はい、ブリンケン氏はバイデン氏と菅義偉首相が先月の電話会談で日米同盟は自由で開かれたインド太平洋の平和と繁栄の、礎だと改めて確認したということで、はい、まあ、訪日を、はい、早く行かせてくれってい う、はい、いうことをまあ、はい、おっしゃってると、はい、いうことですね。まあアメリカの大統領って基本来ますからね。そうです、うん、来ますし、今回も、うん、来ないわけじゃないし、うん、で特にそのやっぱ米中決戦があるから、はい、やはり日本との関係は強めたいというのがあるんですけど、うんうん、まあでもあれバイデンになったら家族ぐるみで買収されてて中共のスパイだから、はい、あの日本も世界も終わりだと言ってた人たちはバイデンがもし来日した時にはどうするんだろうね、はい、いやデモ活動でもやるんじゃないですか、ね、デモ活動ですか、やっぱりお前は正当な大統領じゃないみたいな不正選挙だと不正選挙言うのかとはい、でもそれ、はい、日本人が言うのかって話じゃないですか、うん、そうそうそれはそうだって国内、うん、まあ、それ不正選挙かどうかってアメリカ国内の問題で、はい、もう就任してるわけですから、うん、それをなぜ日本人が今言うのかっていう、まあそうだね、うん、そう非常に不思議な話ですけれども、はい、だってこれ日本が逆の立場だったら、うん、なんで外国のやつらが、うん、まあ、例えば日本の選挙制度について、はい、こんなに言ってくるんだっていう話になるでしょうかね、うん、いや、ま、マジでそうなんだよ、うん、いや本当にアメリカ人で決めたことだから、うん、もうそれを受け入れるしかないよっていうのは普通のことなんですけど、うん、不正選挙だって言って、ね、で不正を正せって言ってるんだけど、いやいや、あのトランプ政権下でトランプの部下たちが、あの司法長官が調べて、うん、あの厳正な
選挙だったという、そうですね、いう結論出してるんだから、うん、まあその長官クビになったけどね、うん、確かに最後の最後で任期も残りないのに、そうないのにクビになったんだけど、はい、まあでも本当にそういうくらいのことだったわけですから、うん、はい、でもあの宗教系はやるかもしれないですね、うん、あの宗教系の、うん、まあ、特にその大統領選以降に不正だ不正だって言ってデモ活動をやってた、はい、いや、それもうその時点でデモ活動をやってたんですけど、やって、はい、その人たちって、はい、バイデン来日になって、うん、なったら、うん、本当にデモ活動しかねませんよ、確かにね、うん、はい、だからそれはちょっと警戒しておかなければ、うん、というかその日本のなんかイメージが落ちますよね、うん、そういうことやってしまうと、はい、うん、だからなるべくちょっとなんていうかな、正気に戻ってほしいというか、はい、はい、そうですね、いうことは思うんですけど、はい、カウンターやっていう、いやカウンターでもそれはなんか単純にそういう活動しないでくれっていう、はい、うん、いやい でも実際あの人数がさ、うん、トランプのおみこしまで、かあれびっくりしましたね出てきてさ、おみこしでちょっと恥ずかしいよな神として扱ってたわけじゃない、でもちょっとなんか、はい、みこしっていうのが日本っぽいですよねトランプ像を乗せた、そうそうそう、まあ、いわゆるそのご神体としてのご神体トランプがいて、おみこしまでやっあって、うん、デモやってるっていうわけですからね、いやでもまだ3月4日がありますから、はい、3月4日に、ね、3月4日またでもこれアメリカ国内的にはもうちょっとありえない話というか、はい、この前の弾劾裁判やったじゃないですか、うん、であれ理屈としては、はい、もう大統領じゃないんだから、はい、訴えるのはどうなんだっていう理屈あったわけじゃないですか、うん、そうです、大統領じゃないじゃんっていう、そうそうそう、当たり前の話なんですけど、だから共和党が結局そういうふうに言った時点で、うん、あのトランプが大統領じゃないのを認めたってことで、うん、選挙によってバイデンになったというのを認めたっていうことにも結局なっちゃったんだよね、うん、あれあの理屈からするとね、はい、じゃあ認めたじゃんっていうのがあそこでも結局確定したんですよ、うん、はい、あの共和党も全会一致でもう、まあ、2月のあれ1月6日の時点でもう決まってたわけですけど、はい、うん、あのもう一回弾劾やるときにそれも決まったわけです、そうですね、はい、だからそういうとこに行かないですよね、行かないね、ずっともう、はい、いつまでやるんだっていう、はいはい、これはもう、はい、日米関係にとっても全く良くないことなんで、全く良くないですよ、うん、本当にもうとにかくアメリカがどんな大統領であろうと、うん、アメリカと仲良くするしかないんですから日本は、うん、あの中国と戦う上でね、そうなんですよね、はいはい、そうです、まあ、これはぜひあの、うん、しっかり考えていただきたいポイントですし、そうですね、まあ、やっぱり、はい、アメリカとの交流を深める上でも、はい、まあ、バイデン大統領にも来てもらって、はいはい、しっかりこう関係性を深めて行ってもらえたらなと、はい、はい、いうことですね、そもそも我々言論やってるのは、うん、日本を良くしたいっていうことと、はい、次の戦争で、はい、日本が勝ちってほしいからやってるわけ そうですね、次の戦争で勝とうとしたら、うん、当然アメリカがどんなやつがなろうと、うん、もうあの日本は組むしかない、だってコントロールできないんですから、そう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 、それはそこは日本人が決めるんだから、アメリカ人が決めるわけだから、どんななんか悪いやつになろうとも、はい、日本にはそれ選択権がないので、はい、それに合わせてやっていくしかないっていうのが、そうなんですよね、いうことですよね、はい、はい、逃げさん、来週は仕事見られないかもしれないのでフライング誕生日投げ銭です、わずかな銭です、お、あ、誕生日ってそれもしかして僕の誕生日ですかね、おおめでとうございます、いやもしかしたらネギ屋さんかもしれないですよ、はい、あ、ネギ屋さんかもしれない来週自分が誕生日なので、はいはい、ちょっとあと祝いに自分でやっとくみたいな可能性ありますけ ど、ね、いや、カズさんのことでしょう、僕あの来週、はい、来週か誕生日なんで、はい、はい、ついに33歳に、言い忘れたらまずい、今のうち言っときましたおめでとうございました33歳になっちゃうっていう、はい、いや早いですね、そうですね、33だから僕が YouTube 始めたのが24で、うん、来年もう本当に10年、丸10年に、すごいね、いや恐ろしいな、確かに確かに、確かにそれぐらいですよ、もう10年ですよ、そうですね、はい、だからあの和也年取ったなって、はい、あのたまにコメントであるんですけど、うん、はい、皆さんも平等に10年も取ってますからね確かに、多分あの時若かったあなたも10年年を取ってるし、はい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 、僕も老けてるし、あなたの映像は少ないから分かんないかもしれないですけどって映像がある人は10年結構いってますよと、はい、お互い10年経ってますからね、はい、うん、はい、そういうもんですから成長早いじゃん女子の方が、はい、はい、だから確かにそうですね、そうそう、でかいやつとか、いや確かに、そうそうそう、そう、はい、僕なんかもうすごいちっちゃい方だったんで、あ、なるほど、はい、はい、みんな大巨人でしたね、はい、なるほどね、はい、女子だけじゃなくて、はい、男子もやっぱりみんなでかいな、でかいな、はい、これがやっぱり3月生まれの良くないところですよね、だって4月生まれともうほぼ1年違うわけですからね、1年違うからね、そりゃそうだね。